どうもベテレスパスがやっていきたいと思います。はい、本日は現地初使用やっていこうかなと思っております。こちらのキャラはオフェンス、得意練習がオフェンス3連、そして、まあ、テーブルの方がね、試合経験点、得意練習頻度1で練習効果アップが 10% という形でございます。で、一応42、44になると試合経験点がさらに伸びていくという形でございますね。はい、でコツの方がドリブラー、ワンタッチ、トラップ、突破力で、パス、スルーパス、展開力、先読み、フリーキック、 PK、 司令塔と、結構技術系のものもらえますので、結構ありがたいキャラかなと思っております。で、ナンバー10もらえるキャラですね。あとはキングトグの方ね、精密機械キラーバストのおります。はい、今日のデッキの方は桜庭、アイユ、ファルロスで、コグレ、フェニッチ、メッシ、この6人でいこうかなと思ってます。まあ、トップ下しっかりと作っていこうかなと思ってます。ではやっていきましょう。はい、アイテムの方はパードリとマネキネコを持ち込んでおります。さあ、まずはアユの評価を上げていきます。アユいきましょう。まあ、ここは今のアユじゃなくて桜庭でもよかった。桜庭と小暮ね、評価上げてさっさと近づきやすくしたいんですよ。改変で起こったような感じに近づけたいので、まあ、とりあえずアユがいるときはアユかな、いないときはもうこういう感じに上げていくといいと思います。評価を上げていきましょう。はい、そしてアユが来てほしいのだが、アユ、はい、練習後イベント、ワンチャンラッパー来ないか。はい、メッシで回復もらった、回復もらったらこれアユを追ってもいいんじゃないかな。追うか、ワンチャンラッパー、ここで来たらでかい。おー、来た、ラッキー、いいですね。で、これでメッシで回復ね、いいよ、いい流れ。さあ、何ターン持ってくる。いきなりのこれはでかいです。で、デートをささっとしたように告白も来ておいてください。はい、では勇敢いきましょう。さあ、いきなりのラップはでかいぞ。で、まるっと包んで、そして流星群、その辺でハマってくれると助かりますね。はい、では集まってくれてない、マジか。とりあえず秋山かな、ここはね。全然人が集まってないので、ここは秋山にときます。はい、フィジカルいきましょう。で、ラップは1ターン目は終了です。さあ、あと4ターン最大持ちます。で、秋山の評価、お、2ターン目いいよ。で、フィジカル、まあまあいいね。お、これは秋山近づけていこう。うん。はい、スピードいきます。オンスピードいきます。で、ウィル君が1です。はい、OK です。いいね、早いね。で、告白刺さってきてほしい。で、ラブパー3ターン目突入。OK! 突入しました。で、これは突破力のコツもらっておこうかな、さすがにね。うん。今回はファンタジスタ突破力でいくんで。お、いいね、いいとこいた。いや、秋山がむちゃくちゃ近づいてくれる。助かります。はい、音テクいきます。で、ここは来てほしい、骨格。デート行きたいよ。はい、オッケー、矢部坂1。はい、3ターン目行けました。4ターン目突入するか？ラブパネル4ターン目行ってほしい。行くかな？さすがに4ターン行ったらずるいよな。いきなり4ターンはでかい。さすがに無理でした。で、あゆちゃんが来ました。告白的な骨格。告白間に合って。そしてテクニック行きましょう。いや、すごい秋山が近いんだよな、もうすでに。はい、オンテクいきます。で、小暮と桜庭の評価を上げていきましょうね。はい、オンテクで大丈夫ですと。はい、行きましょう。で、有本っちか。あ、有本まだか。ごめんなさい。で、小暮ね。で、これは、周りをよく見る。はい。で、あゆちゃんの福井部が2個目。うん。まあ、まるっと包んできてないからいいけどさ。ささっと告白が来てほしいんだ。福井部よりさっき告白が来てほしい。で、これは踏んでもいいかもな。行きたいけど、さすがにこっち行っとこうか。強化上げもあるんでね。はい、これを音テクいきます。はい、桜庭、小暮。いいですね。まあ、一応遠いメンバーなんでね、踏んでおきましょう。で、小暮の評価上がっていきます。で、今のイグワインかな。で、メンタル、ナイスです。メンタルいきましょう。はい、メンタル、音面いきまーす。音面タルいきましょう。まっちゃん、あゆちゃんも見たいけどね。はい、音面いきましょう。はい、OK。告白。もうセクイチで1回はデート行っときたいんだ。行っときたい。で、告白来てくれました。OK。いや、今回、むちゃくちゃハマってない？めちゃくちゃハマってる気がする。来てるよ。来てる。めちゃくちゃ来てる。で、ここはオフ。あー、オフも行きたいけど、さすがにでも、それ以外のキャラがね、テンション上がってるからね。これは、オンでいこう。オンディフェンスいきまーす。はい、いきまーす。はい、OK ですね。素敵、中山。で、もう一回練習してデート行くか、ここでデート行くかね。さあ、どんな感じ。
はい。で、お、いいじゃん。はい、オンフィジ行きます。オンフィジ行きましょう。はい、ナイス。で、次のターンデートでもいいですね。で、メッシが進んでいきます。メッシちょっと早いな。ドリブルキングこのペースだとくれないぞ。はい、セクイチ1585ね。まあ、ラブパー3ターンはデカすぎた、さすがに。で、ここで、メンタル、あ、いるじゃん。いいね、いいね。これ、デートいけねえじゃん。音面いきます。音面いきましょう。はい、音面いきまーす。中山。で、小暮の評価がね、もうほぼほぼマックスに近づいてるんで、ありがたい。で、小暮評価上がっていく。ナイス。で、ティッシュで、うん、ラッキーボーイもらっておきますね。はい。で、桜庭は進めていきます。評価上がっていく。ナイス。で、メンタルオフ。いやー、逆向いてる。でも、これは行くべきですね。あ、デート行きたいけど、これは、うん、秋山、中山なんて言っておきましょう。音面。で、ワンチャンラブパ、ワンチャンラブパ。でも、ラブパ引き引いてもね、ここ、体力ねえからな。うん。で、桜庭か。焦った。まるっと包んではちょっとやめてほしかったけどな。今のタイミングじゃない。おぉ。おぉ。いいね。はい、オフ面いきます。てか、デートいけない。え、秋山一致か。早えな。秋山一致か。むちゃくちゃ進んでる。いや、デート行きたい。デート行きたい。これ、あ、そうか。小暮くん、そうか。そうか、どうしよう、これ。小暮どうしよっか。いや、ナンバー10もらうか、小暮って、あれだよね、ボックスでボックスだよね。あれ、そうじゃなかったっけ。あ、違う、あ、ナンバー10か。ナンバー10か、同じだな。じゃあこれは下で精子もらっておきます。精子もらっておきましょう。はい。で、テクニック、いや、ちょいと微妙だ。まあ、ここでもいいんですけど、ちょいと微妙なので、ここでデートいきましょう。ここでデートをこなしておきます。で、オフェンスでもう小暮が終わってくるから、オフェンス上げてテクも上げておきたいな。テクなのかな、小暮。多分テクだと思いたいんだよな。はい。で、スピード上げておきます。小指がすごい進んでる感じがする。スタミナも上げておきましょう。はい、まあ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 、はい、これでいきます。はい、そしてデートいきましょう。1回目、うん、OK。 空デートなしで行ってくれると助かる。で、もう1回デート行くのはあり。で、ここはファンタジスタ伝統2欲しいです。欲しいです。はい、オフ。あ、ハマってない。じゃあデート行きます。ここはデートこなしておきましょう。デート行きます。はい、ではデートをこなしていきましょう。2回目。はい、OK。いいよ。で、リードもらっておきます。で、もうさすがにここは練習したいな。ここは練習したい。お、いいね。小暮くんがやっぱ評価上がったんで、すごい進むようになってますね。1メモリ多くなってるな。桜はもう行くのか。はい。じゃあ、これはオフ面、オフ面、オッケー、オフ面いきまーす。はい、中山くん1、有本くん次1ですね。はい、オッケー。いいっすね。調子いいっすね。関くんだけちょっと気をつけてれば、あと桜庭と小暮なんてすぐ1しちゃうんでね。はい。で、堀場くん出現と。はい、やっていきましょう。で、カルロス、あと2回。はい。で、桜庭の評価上がっていくのはでかい、ハードワークね。はい、オッケー。で、持って、テクニック上げて、ちょっとディフェンス上げちゃおう。はい、これでいきます。で、おお、メンタル悪くねえんだけどな。メンタル悪くねえな。悪くねえよ、ほんとに。いや、でも、音面の方がいいか、さすがに。4-3って進む。4-4って進む。いや、有本テンション上がるか。これは音面でいこうか。音面でいきます。音面取りいきましょう。いや、欲張らない。有本に進ます。はい、 OK。 あとは関君注意したい。はい、哲学一致いいですね。で、次体力消費イベントね。で、まるっと包んではセク2で来るな。もうちょっと遅い。セク2では来てほしくない。セク3で来よう。はい。で、そしてこれはオフ。お、いいじゃん。オフディフェンスいきます。オフディフェンスナイスですね。はい、オフディフェンスいきます。まあ、丸と包んで来るなら次のターン、次のターンが来てほしい。来るならね。うん、流星群と被るのはちょっと辛いんで。
おお、いいね。オンテク。ああ、メンタルもいいな。はい、オンテクいきます。オンテクいきましょう。で、次デートでもいいかもしれない。はい、オンテクいきます。はい、オッケー。で、小暮がめちゃくちゃ進むね、やっぱり。ありがたい。で、桜葉もさっさと進めたいところ。桜葉の評価上げたいんだけどね。で、これは関。関、はい、アシスト。で、桜葉終わっていく。さあ、伝統までくれ。無理だろうな。評価そんなに上がってないもんな。はい、しょうがない。ファンタジストのみです。はい、おー、行きたいけど。あ、メンタル。あ、これなら行こう。これなら行こう。これなら行きます。これなら行く。で、テク上げて、オフェンス上げて、うん。はい。では、メンタル行きます。音面行きます。で、次デート行きたいね。次デート行きたいです。はい。みんな近づいてきますね。オッケーオッケー。おー、そういうこと。そういうこと。いや、さすがにこれは行こっか。はい。音面行きます。で、次デート。次はデート行きたい。次はデート行きたい。で、丸と積んで絶対来るなよ。絶対来るなよ。OK。来なかった。ナイス。で、ここで、岩渕くん終わりますが、デート行きます。はい。ここでデート行きましょう。で、持って、まあ、とりあえずまだ勝負しないからいいけど、パワー。パワー？それ以外のものも、あげれるものはあげとこう。ファンタジスタ。あれ？今、ファンタジスタ乗ってないな。ファンタジスタ。そして、途中出場の、フェアプレイマリーシャ取れない、ロングスロー。リード。で、パワー14か。スタミナ振ります。はい、これでいきましょう。これでいって、デート3回目。はい、オッケー。いいね。いい感じで進んでる、マジで。いや、これで流星群が欲しいな。流星群が欲しいです。アユの評価は上がってる。さあ、行きましょう。セクさん。で、3993。ちょっと経験点では出てないけどね。はい、行きましょう。さあ、流星群来てください。いやー、顔面ヘッド。出たー。出たーって感じですね。まあ、しょうがない。で、ここは、オンスピ行きます。オンスピで、ちょっとね、もう、行きましょう。オンスピで行って、パワー上げときます。パワー上げて、スピード上げて、で、マリーシア、そして、フェアプレイ。この辺取っておきましょう。顔面ヘッド潰しとこうか。いや、いっか、潰しておきます。はい、ではこれで戦っていきます。オンスピードいきましょう。で、あと2回で堀場くん倒していきます。で、まるっと包んでは、まだ来なくていい。まだ来なくていい。できればセクヨンで来てくれると助かります。はい、鉄が完全一致ね。オッケーオッケー。で、カルロス。で、カルロス終わっていきます。成功してね。おい、なんで？しかも、マジか。カルロス失敗したか。ラブカは来たけどさ、カルロス失敗か。ちょっと残念すぎるな。あ、強え。強え。すごい強い。いや、これ行くけどさ。オフェンス行くけどさ。すごい強いですね。ありがたいけど、ありがたいけど、カルロスの失敗は痛い。でもって、キープ力潰しとこうか。はい。で、これで、ファーストボールも行こう。はい、これで行きまーす。はい、堀場くん、あと1回で倒していきましょう。ワンチャンこれで倒してほしいけどね。はい、オンオフェンス。はい、いいですね。で、堀場くん、あと1回。あと1回でいける。で、ラブパー、もっともっと。いいね。いいね。めっちゃ近づく。で、小暮くんも、一気に近づけたいっち近づけたい。はい、鉄がピッチ、いいですね。このセクションでワンチャンこのラッパーが長くやれば全部一致するかもしれない。はい、アシストこっちもらっておきます。 OK OK、 また2ターン目、2ターン目ね。で、あー、そうか。あ、すごいのある。そういうこと？めちゃくちゃすごいんやけど。でもこっちだな。オンオフェンスいきます。いや、オンオフェンスでいいだろう。はい、桜葉テンション上げていきます、これはね。はい、オンオフェンスいきましょう。まあ、オフでね、桜葉だけ一致っていうのもありですが、まあいいです、これは。両方とも一致させておきます。で、小暮、有本、そして堀場。その辺が一緒にいてくれると助かります。はい、いいですね。で、大一番。そしてメッシが終わっていく。で、ここでまだ持てよ、まだ持てよ、まだ持てよ。はい、3ターン目突入。で、これは、福井部の方ですね。福井部の方で、
下だっけ、下でいいんだっけ、ちょっと待ってくださいね。下でいいんでしたっけ、カニッチ。これは下でいいですね。イベント切れちゃうんで下でいっていきましょう。でもって、ちょっと微妙だな。これいこっか。はい、オンフィジいきます。オンフィジいきましょう。はい、いいね。で、ちょっと体力はね、体力消費イベントは来ないで。体力消費イベントは来ないだし、ここでは来るな。やべ。でもこれは体力消費なしか。うん、これ上ですね。上行っときます。で、ラブパが持ってます。さあ、小暮、ポリバ。小暮行った。けど、こっちの方が良さそうなんだよな。はい、ではオフェンス行きます。怪我しないっしょ。さすがに怪我しない。ここは勝負しよう。で、ポリバ倒したいんだけどな。ポリバ倒したいんですけどね。ポリバ倒したいんですけどね。パワーよりさっき強くよくある。はい、スピード上げて、はい、スタミナも90にしておきます。はい、これでいきまーす。はい、ではオフェンスいきます。いきましょう。 OK。 でもう一旦のかな。11、19、8。だからもう一旦持て。はい、完全にね、持たなかったデートで終わっていく。ドリブルキング、オッケー、もらえた。なんとか2金とかもらえたね。で終わっていく。さすがに終わっていくか。踏みたいけどここは踏めない。はい、ではデートいきまーす。4回目。じゃあ条件上げとくよ。マジか、それきついな。小暮、はい、神業トラップ、オッケー。2金とか取れてる。2金とかしっかりと取れてる。で、これはピアニッチ、シュート力のコツもあったここ、アシスト結構もらっちゃってるんでね、シュートもらってきます。はい。いやー、カラーデートはいらないな。はい、では、いきます。4回目。で、2連チャンでデート行くのはあり。で、これは下行っときます。はい、カバーリング。で、テクニック、ちょっと微妙。やべえ、堀場倒します。ここはちょっと堀場倒しましょう。うん、倒していかないとまずい。2連チャンでデートも行ってるわけない。堀場倒そう。堀場倒していきます。はい、これでいいや。これで倒していきます。はい、オンディフェンスいきましょう。はい、オッケー、堀場倒した。で、次デートでもいいけど、堀場くんメンタルに来てくれると一番助かるんだけどね。はい、鉄則1。お、回復、ナイスナイス、いいよ。エピアニッチ2回目かな。2回目。堀場どこに、そこ堀場、そっか、そこか。まあ、小栗はほっといてもいいけど。これオフでいいな。オフ行きましょう。堀場くん監督なんか負けたいけど、これ行きます。オフ、有本と岩渕終わらせてきます。そして、パワー上げます。スタミナも上げちゃう？上げちゃってもいいけどね。はい、スタミナ上げちゃいます。上げちゃいましょう。はい、これで OK。で、これで、オフフィジ行きます。はい、で、次デート行きましょう。デート一致したんでね。はい、堀場くんがちょっと遠いけど、まあ小暮はほっといてもいいけど、堀場はちょっと近づけたいです。はい、サンドイッチ、岩渕で、これは岩渕でいいですね。はい、放送してもらっておきます。で、うわ、行きて、すごい行きたい、行きたかったな、行きたかったけど行けない。はい、ではデート行きましょう。デートラストで達人キープまでください。達人キープまでくれ。桜庭以外全員くれてる今んとこ。いやー、くれなかった、残念。カルロスもくれてないけどね。はい、そして堀場は、堀場はそこ、それならこっちの方がよくね。監督のよくあげようか。これで小暮くん1、レアビサカと3ね。はい、ではオフェンスいきます。オフェンスいきましょう。はい、 OK。 監督のよく上がっていきます。はい、いいですね。あとは堀場だ、堀場。堀場を踏みたい、堀場を踏みたい。で、ピャニッチ終わらせたいな。で、桜場のテンション上がっていくか。ルームメイトに立候補。で、タイエス。
で、ピアニッチ終わっていく。で、これは、もう、もらってんすよ、ナンバー10。ナンバー10もらってますので、正直どっちでもいい。動き回ってにしようか。動き回ってにしておきます。あ、こっちの方が確率高いのかな、どうなんだろう。はい、2金とゲット。精密機械と入りましたね。で、ぼちぼちでかいタック。で、これは、こっちも行きたいんですが、31%。通らないと思うんだよな、さすがにね。はい、音面行っておきましょう。音面行きます。いいです。いや、でも、通す？通すってのもあり。いや、音面行きます。音面行きましょう。ここはいいや。まだまだ勝負じゃない。今のがね、乾燥タックとかなら行ってた。はいはい。で、ここで掘り場踏んでいきたい。掘り場踏んでいきたい。はい、セクションクリア。で、9643ね。ここで掘り場を踏んでいきたい。掘り場のテンション上がる。もったいないな。もったいねえな。掘り場は？掘り場そこ。で、監督の評価も上がるね。じゃあ、これ行きましょう。オンでいいか。オンで行きましょう。で、パワー上げて、オフェンス上げて、あと金徳は全部終わってる。あ、終わってんのか。終わってるなら金徳取らないといけないね。ゾーン。神業トラップまだ。で、この辺もちょっと待ちたい。ワンチャンコツ来るからね。そうだね。待たせてほしいな。で、オフェンス10。パワー振っていいか。こっちの方がいいか。はい、これでいきます。これでいきましょう。そして、これ、掘り場に行きます。掘り場、オフ。オフで行くか。オフで行きましょう。いいよ。で、監督の評価上がっていきます。OK です。で、郷田くん。で、これは誰だっていい。青木の回復骨が欲しいかな。青木。はい。で、回復潰していきます。回復を潰していきましょう。はい。では、これでいきましょう。で、掘り場。もったいない。で、郷田は？あ、メンタルか。ちょっとしょぼいな。メンタル一人か。一人でいるならちょっとこれきついけど、まあ言っときます。本命いきます。で、郷田くん、次誰かといてくれ。誰かといてくれたらまだいい。はい。他のメンバーと一緒にいてほしい。まあ、堀場やめさかだと特に嬉しいけど。郷田は？郷田は？え、郷田いねえじゃん。え、郷田いねえ。じゃあこれを。マジか。マジか。じゃあオフオフェンス行っておきます。オフオフェンス行っておきましょう。はい、OK。ゴーダ次来いよ。矢部坂とゴーダいてくれ。矢部坂とゴーダがいてほしい。矢部坂、ゴーダ。矢部坂違う。ゴーダは？あ、いる。あ、まあまあまあ、青木といるか。青木といるか。まあまあまあですね。はい、そしてフィジカル取ってもいい。突破力取るか。シュートレンジ、アシスト、カバーリング、マッチアップはダメ。1番。はい、これでいきましょう。これでいきます。で、音面いきます。で、次のターンで、郷田君を終わらせたい。次のターンで郷田君を終わらせたい。そして、矢部坂と一緒にいてくると助かる。矢部坂と一緒にいてくると助かります。はい、掘り場ね。OK です。まず1。はい、ピアニッチ。で、郷田は？郷田。終わりそうだね。じゃあ、これ、あ、ダメだ。はい、郷田いきましょう。郷田いきます。はい。これは、まあ一応査定少し上げるか。上げるか。次のターン、でかいの狙いたいので。はい。これでいきます。はい、ではゴーダ、倒していきます。ホグレとホリバーいるからもう倒せると思うんだけどね。はい、倒すだ。OK。で、ドリンクまだ使ってません。ドリンク使ってませんので、こっからはもうでかいタッグ踏みつつ、まあゴーダも一致させていくという方向で。はい。テンション上がってるんでね、いきましょう。テクニックのみか。ゴーダテクニックいない。そこか。ちょっとしょぼいぞ。これちょっとしょぼいぞ。ちょいとしょぼい。なので、これ、スピードいきます。スピードいきます。ちょっとしょぼい。ちょっとしょぼい。オフでもいいけど、オンだな。オンスピードいきます。はい。で、次のターンでかいの。次のターンでかいの踏もう。次のターン。このターン。このターン。マジか。消防、今回しょぼかったっすね。しょぼかったなぁ。しょぼかったなぁ。まあ、いいか。
いいや、コンスピいきます。はい、で、5だと矢部坂一緒にいてくれ。5だと矢部坂一緒にいてくれ。一緒にいたらここで終わる。あ、終わんない。じゃあ5打でいこっか。とりあえず5打でいきます。はい、カードリ読んで5打いきましょう。はい、では終了です。で、あと矢部坂だけだからね。はい、オンフィジカルいきます。こっからはあとはタックをお願いします。はい、哲学館のエンチね、OK です。行きましょう。はい、投手でサクッとピンチャンでいきます。はい、まあまあまあこれでいこうかな。まあこれは取っといていいや。はい、これでいきます。行きましょう。はい、終わりました。とりあえず2ゴール開けたので多分満点だと思います。はい、あとは矢部坂一致させて、うん、テンション上げてでかいタック狙っていきましょう。はい、ここで、あ、これでかいね。これ一回踏もう。これは踏もう。うん、踏みます。やべ坂なんて後でいける。後でいけるとしてみたい。で、パワーも振っときます。スピードも100でいいでしょう。はい。これでいきます。はい、ではオフェンスいきまーす。はい、ありがとう。で、やべ坂。ほう。矢部坂いるね。じゃあここ踏んでいきます。そしてワンチャンラブパ来てくれるとでかいかもしれない。うん、でかいのが呼べるかもしれない。それはちょっと嬉しいね。はい、そして精神がそこそこ余ってる感じがするのだが、投手は取ろうか。で、司令塔も取っちゃおうか。あ、でも骸骨あるんだよなワンチャンね。はい、これでいきます。はい、ではメンタルいきます。で、ラブパが来てほしい。はい、本命いきます。来ないかな。でも終わった後のやる気下がるのもちょっと嫌なんですけど。さあ、3-1。で、哲学の9-1ね。で、来なかった。さあ、ここだ。ここ、でかいの。ここに集まってる。違うんだよな。はい、桜庭来てる。じゃあ、これはオフェンス見ましょう。もっとモブじゃなくてね、海王さんのキャラが良かった。はい、ではオフェンス見まーす。はい、行きましょう。で、次オフェンス。オフェンスに固めよう。オフェンスかテク。まあ、スピードでもいいよ。まあ、でもテクだな。技術が欲しいな。はい、ありがとう。まあ、これはこっちでしょう。これはこっち行きます。カルロスのテンション保たれるんで、こっち行きます。で、パワーはもう振っちゃっていいと思う。振っちゃっていいと思う。うん。そして、徹底抗戦。精神は振っていく。そしてもう、この辺ももう取っていこうか。取っていこう。いいよ。取っていく。いや、パスカン取ろう。パスカン展開力取ろう。はい、これでいく。で、アフレはしないので、このままいきますね。で、アイテム使う。で、オフェンスいきますね。はい、いきましょう。はい、次もオフェンス、テクニック、どれか。さあ、来い。カルロス、で、テクニックか。さあ、桜庭テクだぞ。桜庭テク。OK! いいでしょう。いいでしょう。桜庭のテンションが保たれる。それはでかい。で、ここでドリブルキングも取っちゃいます。やっぱ、そうだな。うん、金箔がちょっと重えわ。技術が大量にいいすぎる。うん、てか、骸骨が全く取れないのに痛いね。はい、ではテクニックいきまーす。はい、OK です。はい、で、サクッとピンちゃんいきます。骸骨がないのは本当にここまで痛いとは思わなかった。痛えわ。あとはレジスタだけだね。オッケー。じゃあ、精神をちょっと取ろうか。精神を PK、フリーキックあたりで精神使って爆発力持っとこう。はい。では、これでいきたいと思います。いきましょう。はい。終わりました。とりあえず満点は取れました。オッケーです。さあ、ラスト練習、でかいのお願いします。でかいの。さあ、どっちだ。メッシ、桜庭が、いる。おー、微妙な、こっちか。さすがにこっちな。筋力精神が触れるかどうかだな。筋力そんないる？精神はいるんだ。ビハインド取らないといけないからね。で、特能的にまあこれ取って、筋力はそんなにいらないと。シュート力。で、クロス。で、印象が結構取れてるんですよね。で、ヘディング、マーク外し、
マッチアップ後で来るで、鬼気殺奪還、カウンター。まあ、こんな感じかなと。で、とりあえずもう、とりあえずオフェンスいきます。オフェンスいきます。オフェンスでいいね。オフェンスいきます。はい。OK です。で、サクッとピンチョンいきます。で、オフェンス振るのもありですが、ワンタッチは取っていきたい。で、空中戦、アーリークロスまで、まあ、決定力はいるね。で、筋力が触れない、まあ、この辺かな。で、精神。怪我しにくさはマックスで取ってくるよ。根性を取るか、ラッキーボーイ取っとこうか。はい。じゃあ、これも取っとこう。はい、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。とりあえず1ゴール1アシスト決まりました。はい、満点です。はい、593。で、ここでユベントスとの戦いですね。うん、これはしっかりと点取っていきます。はい、では、しっかりと後半いきましょう。はい、3対1ですね。ちょっと点取られちゃいました。自動失点でね。はい。では、経験点いくら出ただろう。うん、1回目のテンション上がった時はタックなかったんですよ。それがちょっと残念だったかなという感じですが、まあ、ぼちぼち経験点は出てるのかなと思います。うん。あと、序盤にね、ラブパー来たのはでかかったですね。はい。23,876 と。はい、振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ、正直なところ、もっともっと技術稼ぎたいね。まあ、筋力がもう最大になってしまった。うん。テクを105、で、オフェンス105を目指してやったら、やっぱり筋力が溢れちゃう。なので、もうちょっとテクニックタックを踏んでいかないといけないのかな。まあ、ピャニッチを入れるのならば、もっとテクニックキャラを入れた方がいいかもしれない。それの方が安定してね。はい、US89。はい、US9 でした。もうちょいで USS いけたかなという形でございます。まあまあまあ、悪くないんですけどね。うん。やっぱ海王山高校そこまでオフェンス入れすぎるとダメっていうのも分かってしまいました。うん。また、調整してやっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよなら。